学校2つに従ってる。全部同じ中学校。うん、なんか私の子どうしよう、で中学。あ、マジ。だから多分こっちに校庭があるから、うん、古い、うん、古いか。で、ここに校庭がある。うん、めっちゃ広いだ。まあ、広い方だね、ここら辺だと。使われるんだよ。うん、もうちょいでわかる。同意します。同意いたします。はい、結構人いんの意外に。ありがとうございます。良識ある良識ある他人の皆様、本日日教組はテレワーク方式で教育研究集会を行っております。私たちは変更教育集団日教組の変更教育に対し強く強く反対行動を展開しております。全日本愛国者団体会議によって、先生は平成28年度で226年を超えております。この存在増加の温床となっておりますのが、道徳教育を否定し子どもたちに間違った権威至上主義を植え付けている立憲民主党及び社民党系の日教組、
共産党系の選挙であります。また国家の反対党を行い、教育現場の支援に合わせ広まる国家選挙を制するようにこの時を申しております。本来メンテで早期選挙が政治の実現のため一定された教育内で反体制の戦争対策を行っているのであります。最高級主義への組織率は高く、組合活動の活発な県においては全国学力テストの成績が明らかに低下しております。平成28年の上級者職員約102万5000人、教職員団体に加入しているのは約34万9000人で、このうち最も加入が多い日教組は約23万5000人、全日本教職員組合全省は約3万9000人であります。文部科学省は教育指導要項を徹底厳守する旨各教育庁に通達しておりますが、日教組はこれに対し反発の態度を見せております。国民多数の道徳教育促進の声にも耳を傾けようとしていないのが現状であります。警察の車それは教師自らが政治目的のために教育現場を利用しているのであります。全国教師組合の社会主義共産主義の変なんか変なこと言ったら多分捕まる多分おそらく。あるよ夜、うん、さっき、うん、夜東京タワー行って撮ったじゃん。さっき じゃあそれまだアップしてない。まさかだって結構前付き合わせ始めるよ。あ、本当にそんな時から撮ってたっけ。ほい、え、これで、うん、違う違う違うね。なんか覚えてるね。なんかこちらでも聞いてた。はいはいはい。
また来たぞ。なんとかであります。本当に。まあいいじゃん、疲れないの。こういうものなんですよ。ああ、だから昔の人はあんぐらいだった。と思う。それか昔あの刀だったから、刀って結構長いじゃん。その中で刀をこうやってやって入れないようにする。わかる？長いって、だってこうやって剣さやるとさ、身長よりでかいじゃん。それで中入れないようにあえてちっちゃくしたと思うよ。だから昔の店って結構天井低いの。だからそこでいきなり入ってきて剣で刺されるのよ。まあでもやりにくいじゃん。やっと戻ってきた。やっとですじゃない。なんで？なるほど。